はいこんにちは大竹誠です今日は二月の二十四日木曜日今日のパートナーははい小島慶子ですこんにちははい私の横に今日は文化放送アナウンサー鈴木純子ですよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますそして木曜日今日ははいこんにちは吉住ですはい、えー、女性に囲まれてね <laughs> う <laughs> そうですねよく見たらねはいね、えー、うんハーレムとは だからさ、うん、もう前も言ったけどね <laughs> 女の人に囲まれた男の人に言みんなハーレムって言うでしょ、はい、だからその、はい、ハーレムって繁殖のために。もう先に言っときますけどどうもすいませんでした。ゾワザラシじゃねねつの<笑><笑>ね 言葉は大変で、気をつけてしゃべる。まあ <laughs> 吉住、気をつけて声からな。はい、使い方俺金の寒かっただろう。寒かった。寒かっただろう昨日う。寒かった。家の中でも寒かった。でしょうん。俺ねちょっと用があって、人にうちの近くまで送ってもらって、まあでもうちまで来てもらうのはなんだなと思って、近くでその人は左に曲がるから、俺は右に曲がるんでそこでカンパチでね。 降りたのね。車を車をまあ送ってもらったんだけど、でそこでまあタクシーすぐ来るだろうと思って道路で待ってたのよ。全然来ないタクシー。もうそれはそれはやばいですね。これはあの寒空の下で。大体どのくらい来なかったと思う。間7？間パチ？そうね、10分15分。そうだからな。吉住は。 いや私結構、うん、あの車通り多いから5分とかなのかなって思った、ねうんですけど35分え三、ー、35分待ったんですか、えー、もうねいろんなことしたんだ俺35分で、えー、もう来なくて手ってい手手,手振ってるお前、まあ、普通の車止まるわけねえだろ、まあ、<laughs> えっと 一台待ってたのね。うん、こ前昨日これ後で分かったんだけど、結局捕まったのね。うん、で乗って分かったんだけどね。やっぱ最実と入ってきた少ないらしいね。タクシーってね。稼働率がね。うん、えど、ー、ういう時に少ないってこと？えー、じゃあだから最実だから。昨日最実だった、ねうん、はいはい。それでさです,、ね、れすごこう待ってるじゃん。 それであっと思って空車だーと思って食ってばっと来てもう思い切りでやけたんだけどよく見たらそこに海藻って書いてあってさうん、うん、目の前をすーって通り過ぎてって、うん、ああ行っちゃったなーと思ってそれが10分ぐらい待ってからのことなのねでもうちょっと待っててさ来ないなーと思ってあちょっと靴ひどいものがほどけてたから直してる間になと思ったらさ、うん、一台空車が通りやがって <laughs> コント、ね、コントです <laughs> いやいや本当マジマジなの。 あれですわ。あれ,、ねうん、れどこもし全然来ないから、あこういう時はあのー、どっかでタクシー呼ぶシステムが携帯に入ってるじゃない。うん、最近はいろいろね、うん、アプリとかがね。アプリがあるんでしょ。はいはい、あ使い方知らないね。でも便利ですよ。うん、あれどうやってやるの？うん、えっとまず迎えに来てもらいたいところの住所を入れて、うんうん、で一応目的地が決まってたらそこの住所を入れて呼ぶだけです。 そしたらそのアプリに登録しているタクシー会社の一番多分近くにいる車が配車されるっていうか、うんうん、そうなんだ知ってるえ知ってた <laughs> 知ってる,ってるそれはたまにタクシー使うときに、うんあの「タクシー酔い埋ましょうか?」って言われて「うん、いやその辺で酔うからいいよ」って「いやいや酔いますからって」うん、とか言われて、うん、それで「 すぐ連絡が入って、十、はい、分後にそこ行きますなんて、はい、連絡が入って。はいはい、まあ、いいですよなんて、そこで十分経ってると、目の前空車がバンバン通って。ああ、わかる、あれはわかります。はい、呼呼んで、なんだ、なんて思ってたからって、<laughs> だから、それ。でも、だいたいあれは十分で行くって言っても。だ、はいたい三四分でみんな来るのね。 早いのね、結構その利用の仕方が、だそれ知らないもんだからさ、いろいろやったけどできなかったんだよね。えじゃ本当に通りかかるのを待って待ってた。したら一度通りすがのも全然来ない。もうクソ夕方の6時半ぐらいもう全然来ない。それでバーってまた手を挙げたんで来たから。さそれ海藻って書いてあったんだよ。あ海藻かと思ってでもとりあえずカって手あげたら。 そののっっっててて書いてあったたが止まってくれたんよ、えー、もう多分会社に帰る途中か何かで改装になってたと思うんだけど止、うん、まってくれて、うん、もうねすごいあり,ありがたあの止、ー、まったから「あでも改装ってあーまあ最後だからまあちょっとだからいいです近くですか」って「うんめちゃくちゃ近くなんだけど」っつって載せてもらった。 よっぽど伝わったんでしょうね。うん、その、うん、この人は乗せてあげないといけないっていう何も、はい、ずっと外にいるっていう,う先発まった何かが降りた時にあの手を俺拝んだもん<笑><笑>本当よね。お財産投げようかと思った。<laughs> ありがたいよね本当。いやーこ来ない時は来ないもんだね。<笑><笑><笑>あのなんかそのアプリっていうのを教えてもらって <laughs>、はい、後でちょっと入れとかなくちゃダメだなと。<laughs> 三角いやこれあるわよ今何なら振っただけで来るやつとかまた何を携帯をタクシー10台ぐらい来ちゃうのじゃ十台貸来ないけどんか振るとあの携帯振るのいいなそれだったら振ると自分の場所をちゃんと知らせてくれて近くにいるのをこう手配してお前それ本当の話かお前本当だよ当？本当だよ 鈴木さん、本当?。知りませんでした。知らないだろう。よし、本当?。いや、私もちょっと微妙に。ええ?。あるよね。でも、なんか、これ言うと、ほら、そこの、なんか、アプリのさ宣伝みたいな。あ、そうなの?。あるよ。古いやつもある。うん。あ、本当。うん。いろいろ、後で教えてあげる。あ、本当。うん。古以外、何か方法ないの?。なんか、こう、温めるとか、そういうの。うい 携帯あったねとタクシー来るの。<laughs> タクシー来るとか、<laughs> そういうのないわけ。<laughs> こするととかなんかなんかそういうのない,のこここのいや。ないけど。<laughs> いやでもね、うん、最近ほら、はい、タクシーほら平たいタクシーとさあの。 しかかオリンピック以降タクシーがねなんか増えたような気もしてたんだけど祝日は減っちゃうんだいやでもね本当ありがたかったねそのかあの人が泊まってくれてねかったねねねいい人だもうすごかったよそんな話はどうでもいいんですけど今日は昨日よりかはあったかい感じがするけどねそれでももう6.8度ぐらい。でももう小島さんは 素敵なお洋服を見ると春ののピンクそうこれねこの間ね60%オフだったのずっと売れ残ってた春物が今年もセールになって60%オフだったそれで今日はねちょっといい天気だから春物着てきましたよなんかもう気分だけでもと思ってね。 おお桜の花が入ってきたのかと思ったよ。やだな北すみません言い過ぎました。桜のせいです。すみません言い過ぎました。そうか。ううう梅ぐらいしとか。そうよなんかほら寒いしさ。うん。あとなんかほらもうきこう気持ちも塞いだりさなんか体調もそうとかね冬場っていろいろあるじゃない。うんうん。だからやっぱ着てるものぐらいね明るく。 したいなと思って、ね、あじゃあ逆な言い方をしますけどここまで聞いたら失礼かと思いますけどじゃあそれと反作用があったみたいな言い方ですね、うん、洋服は明るくするっていうことは、うん、あのちょっと不採いだんでその気持ちを明るくしようっていう全然そうです合ってます合 <laughs> 合ってます <laughs> 合っててまますす <laughs> なんかね、うん 寒いのと、なんかでもどれが原因かよく分からないんだけどね。でも寒いのと、あとなんか仕事の締め切りがたくさんね。書いてるもんね。たまってる、ありがたいことにね。あえらとか書いてるもんね。そう、ありがたいことに、締め切りたまってるのと、あとまた更年期でしょ。だからこう 体調も変化しやすいしさ、その、うん、それがこういくつか重なっちゃうとね、うん、すごい気持ちが落ちる時があるのね、なんかも。何、その更年期ってどんな、うん、どど更年期でしょって言うけど、こ、どんなしょう、更年期が更年期は、更年期って、なんかそう、うん、あんまりこう、そうなのよ。そう、よく聞かれました。あ、ですね。<笑><笑>なんか更年期って、うん、あのー、なんかちょっとこう、女の人が、こう、もう生理がなくなっちゃって。うん、女の人じゃなくなる、うんうん、なんかちょっとこう。 あの寂しい惨めなあ,あるいは何かちょっとこう間抜けなものとかってこう思われがちなんですけど、まあ、生きてるるとみんんななな通る道なんだなそ,うそれでなんかこう最近はね結構ねなんかあのいろいろ情報もあってでなんかこう更年期のなんか悩みを分かっちゃおうみたいになってきてるんでだから私いいぞと思って私もなるべく自分の話するようにしてるんですけど私ね今49歳でであの今更年期なんですねホルモンバランス見ても。 そうなんですつまり今までの毎月生理のある体びっくりしちゃった方ごめんなさいねれ人体の話なんで人体の話だと思って聞いてくださいね毎月生理のある体から生理のない体に変わる途中ってなんかすごいねホルモンがね女性ホルモンがどんどん減っていってそれに伴っていろんなんかね謎のんかいろんな不調が出るんですよ。 それでねなんかそういうものがあるってのは知ってたんだけど頭では俺も知ってたよ大体あのこの番組のね相手役の人がね意味なく発汗したりね顔が赤くなったりねあっそうなんだため息ついるんだ何なの何なんだってその頃はよく分からなかったんですけどその人もどうやら高年期でこうなっててっていうからあそうなんだと思って。 それってねなんかこう,うん,なんか今までは割とまあよくあることとかってね、うん、あの我慢すればいいみたいに言われてきたんだけど、うん、結構ね最近はやっぱり働いてる女の人がそれで仕事がこう続けられなくなっちゃったりとか。うんうん そんなにひどい人。そんなのひどい人もいたりして、あと誰にもね、やっぱり相談できない人とかもいるみたいで。やっぱりなんか、そういうこう、自分の生理にね、関わることとか、生殖器に関わることは、人に話しちゃいけないとか思って。抱えちゃうらしいんですよ。でも、それさ、体しんどい時に、人に言えないって、めちゃめちゃ辛いじゃないですか。そう、それで、私は、もう、もうとっとと、その婦人科の先生にですね。あの相談しに行って、だから、今はそういう、こう、気持ちが落ち込むとか。あとは、なんか、こう、あの。 生殖器周りがなんか不快な感覚があるとか謎の頭痛が頻発とか謎の頭痛何があるわけでもないの急にドキドキするとかですねいろいろ出てきたのでもう今はねホルイモンも補充したいとかいいろろやってますそれは何もう人によって症状が全然違ううによって。 そうなんかすごい嬉しい大竹さんそうやっていっぱい聞いてくれるのすごい嬉しいんですけどあの人によってやっぱり違うのでだからその更年期障害なのかどうかも自分で最初はねよくわかんないんですよねこれ単なる気持ちが落ち込んでるのかなとかちょっと体調が悪くて頭痛いだけかなとか思うんですけどあのよくよく測ってみたら自分のホルモン調べてみたらあ更年期だったのねとかっていうことってねあるんですよ。 小島はよくあの尖がって他の人と、うん、あの揉めたりしたりしなんかしちゃってさーだってそう私それよく言われるでしょ本人も全くその自覚ないんだけどさう,う,ことうんそれはあの前から気が強いのは生まれつきだよ <laughs> そこはそこは生まれつきだね。 だからあれだよな小島の場合こっちから見てたら見分け方難しい。本当そうなんですよだから自分も分かんないわけこの不調とか気持ちの落ち込みとかあるいは苛立ちとかがホルモンバランスが変わってきてるから起きてることなのか心がけの問題なのかとかね分からないしさっきちょっと冗談で言ったけどでもそのあの。 自分の生まれつきの性格なんじゃないかしら。これはとかさ、はい、こう。もう悩んじゃうわけなるほど。そう。でもやっぱりこうちゃんと例えばあの血液検査でね。じゃあ、あなたの女性ホルモンのバランス見てみましょう。とか、あとどんな症状ありますか？とかっていう。風にこう更年期のあの外来で見てもらうと。 なるほどどうもここのところの全体的ななんかうまくいかない感じはなるほどホルモンのバランスのせいだったんだなっていうふうに分かると少しこうんかねあじゃあやれることをやろうかなみたいにねそううまあまだそうですねないですけどやっぱりなんかあるじゃないですか月で沈んだり月月の間に生理のねサイクルで。 君なんかもうここのとこ仕事が忙しくなりすぎちゃってちょっとああとか思ったりするんじゃないのでも <laughs> ああいやまあそうですね逆にでも仕事忙しい時の方が考えずになんか住む時もあったりとかして逆にちょっと時間ある時の方がこれは何なんだって考える時間があるからきつくなったりする時は私のそうそう,そう、はい、まあ昔赤信号の鍋と一緒に仕事しててね渡辺正行さんそそそうそうてて、ね、う 渡辺正とイ俺な鍋ってな俺しか知らリーダーでしょでなんかこうあいつ仕事失敗するとものすごい落ち込むのねあそうああえっと繊細なんだね、まあ、ず,ずすごいんあそうなんだよね、うん、で俺らはあのななんかこう野球のバッターは3割じゃん、うん、だから3本に1本あのポテンヒットみたいに打っちゃいい,、うん、いいかなぐらいの打率3割でね おもうみんんな大喜びじゃん、うん、<laughs> だってサ3イってすごいじゃん、うん、だから、まあ、サイっですごいんだから2割は5本2本 2>、うん、だから、まあ、2割でいいじゃんぐらいな考え方で、うん、まあでもそれでもこんな俺でもさすがに落ち込むことはあったけどねうん、うん、でもなんかこうちょっと一本の仕事してまあ,あんなに落ち込むのも珍しいなと思って見てたんだけど。うんうんうん まあ男性、まあ、ちょうど更年期の年齢だったのかね男性にもそういうことってあるのあるみたいですよ 男性も人間誰しも体の中に女性ホルモンって言われる種類のホルモンと男性ホルモンって言われる種類のホルモンと両方持ってるんですよね男性も女性も。でそのバランスがやっぱり年齢重ねてね男性も40代になって変わってくるとその男性ホルモンの値が下がると例えばこう性的な機能がか前より衰えたなとかいろんな気分が落ち込むなとか。 やる気が出ないなとかっていうのは男性にもあるそうですよ。それはさ、なんか、わかんないけど、普の減ってきた時にさ、うん、なんかこう。みかん食ったりとかさ、うん、あの。 あのわかんないけど小松菜食ったりとかさそう,いうなんかこうそういうので小松菜じゃない、まあ、セキセイ,インコじゃないからね。食食食食食べべべててどうううっのののないね <laughs> セキセインコるるわわよよ、ね、その2人人意見が一致した食べるわよで水,水 水菜、ま、水も、ま。ほうれん草。でも、や <laughs> っぱ食べんのよ、あれ。それはいいんだけど。<laughs> あの、でもね、ありますよ、だから、その。うん、えっと。 いろんな今、まあ、サプリメントもありますけど、でもやっぱりこうお医者さんに行って、ホルモンの値を測って。ホルモンをその急激に減って不調が出てるわけだから、それを補充しながら。こうソフトランディングできるようにね。前まあ、今、まあ。それは何?うんの。の、飲み薬なの?。他に方法は何かあるんですか?。でね、私の場合は、今は、えっ、ー、と、ジェルって言って、皮膚から吸収する。 あタイプのものもねジそう透明のジェルでね、うん、お腹とかとか、まあ、内ももとか、うん、面積の広い皮膚にそれを塗ると、うん、皮膚からホルモンを吸収するっていうのが一つ、うん、でそれだけでもねなんか最初は大丈夫だったんですけど、うん、それでもなんかもうちょっとまだ不調が出るなってなってからは先生が「うん、ではホルモンの注射をしましょう」って言ってうん、うん、月に1回 うんですよ、うん、保険診療なんですけど<あ>それであの毎月先生のとこに行って、うん、ホルモンを注射で補充ももしてもらってるあまあ聞いてる女性たちも多いと思うんだけど、うん、やっぱ自分が年になってきてバランスを崩してる原因っていうのがなんかこう自分のことじゃんだからそういうホルモンのことだっていうふうにたどり着けないで。うん、そ,うそこはその時はしんどいのね。うん どうなんでだろうみたいな。うん、まあそれが症状としてね、なんか顔が赤くなったり発汗が多かったりすると、まあ、すごいわかるんだけど、そうじゃないときわかりづらいね。そうなんですよ。ここがね、うん、すごくあの。うん あの難しいところでそういうこうあこれが噂に聞くホットフラッシュだなとかあるいは男性の場合はあなんか明らかに前と同じようには体が動かないなとかっていうふうにはっきり分かる場合とそれ以外の症状もあるんですよそのなんだか気分が落ち込むとかなんだか体のここが深いとか,なん,かあるなんだか前よりもその生理の感じがいつもの生理と違うとかそういうこうねあのパッと名前が付かない不調ってね ね、難しい、自覚しにくいし、うん、人に言いにくい。気が付かないとな、なんか甘いも甘いもん食いたくなったのかなみたいな。うん なんかケーキ食ってけんじゃねえかみたいな。あ、そうそう、それでね、そうなんとなくやり過ごしちゃってるうちに、どんどんしんどくなっちゃう人もやっぱりいらっしゃるんだって。そう、そうなってくると、なんか、まあ、鬱みたいなこととの関係性もあるわけ。あります、ありますよ。あの、だから、あの、まあ、私はね、お医者さんじゃないか、すごい単純化した話にしかできないので。それは、そう思って聞いていただきたいんですけど、まあ、そういう体の不調とか。ホルモン自体が、あの、まあ、メンタルに及ぼす影響なんかで、すごく気持ちが落ち込んで、まあ、そこにほら。 人間ってて生ききるるとといろんなこが起じゃないそこにプラス1個2個ちょっとしんどいことがあったりするとそこからドンとメンタルがね落ちちゃうこともあるからじゃあ逆にあれだな食い物とかはそういうんじゃなくてまあ今日はとっても天気が良くて河津桜が咲いてるねみたいな気分のいいことでは回復はしないそれは違う全然違うんです まあ、でももちろんそのあの自分が、ね、い,あのいい状態でいられるようにポジティブな環境に見置くことも大事だと思うんだけどうん、うん、今日なんかみたいに例えば周りにいる人、うん、特に一緒に暮らしている例えば男性のパートナーの方とかね身内の方が大丈夫なのって今,今の大竹さんみたいにさ「うん、大丈夫なのそれってどんな感じなの?」とかって聞いてくれるとめちゃくちゃ安心するうん、うん、めちゃくちゃ嬉しいですよそれって。ああそうはい じゃあこれからそれはちょっと失礼じゃないのだって大竹さんの聞き方今全然失礼じゃないからなんかやっぱりねそれ私自分が実感したんですよねみんなこう遠慮して女の人の体のことだからと思ってタブーにししちゃって触らないでょそうすると誰にも話す機会もないし。 あんまりみんなにこう心配してもらえてる実感もないけどもしかしてやっぱりお身内の方まあうち夫とか息子なんかはそうですけどがあのちゃんと分かってなんかいろいろ質問してくれたりとかするとああ,あ,あ大丈夫一人じゃないいんだわ私みたいに思てな、ね、あでもあれだねこの間うちからさあの世間でもさ、うん、あの女性の生理の時のなんかあれがないと。 なんだっけよくわかんないけど生理なんていうのあれコットンっていうの何てうの生理用ナプキンですナプキンナプキンがないとかって言ってちまたで話題になったじゃんそれでナプキンが買えないでみたいなそうそうそれ話題になったあの辺りからなんかそういう特別なも男は分かんなかったものみたいなことが世の中で結構普通に 話せるようにそかとっても嬉しいなと思ってんか私今からだから10年以上前ですけど30代の時なんかは割とそれこそバラエティーの番組とかでもんかこう「やーい更年期」とか「お前なんか更年期だろ」うとか「ばばー」とかんか更年期っていうのはかちょっとまぬけの笑えるネタみたいにうも。 すいいません <laughs> お酒さんおさには言われてないよだけどなんかそういう感覚ってあったと思うんだけど今だいぶそれが変わって人の体のことだから、うん、まあみんなの体はね、うん、お互い大事にしようねみたいに変わって男性も知りたいなとか、うん、ね真面目に一緒に考えてくれるのはね、うん、すごく心強いです。はいうん、ホルモン食べて あ、違うか。違うよ、その。聞いてた、私の話。話題にすることがね、第一歩ですよね。ホルモン焼き食べ。ホルモン焼き食べても。別に補充されないから。あれ、牛さんの内臓ぞ。いや、いや、いや、そうだけど。まあね、でもさ、そんな相談をされてもね。ね、ね、まあ、昔、昔だったらね、まあ、ちょっと言い方、まいろんな言い方あるだろうけど。それは毎日梅干し一個、一個食ってきゃ、大丈夫だみたいなね。パンって。 終わってた話が多いじゃない。まあ、そういうのに比べると、まあ、ちょっと世間が開けてきたかなと。私は感じてますよ。嬉しい。いや、今日さ、すごいいっぱい私の、なんか体のこと聞いてもらえたから。大竹さんも体調悪い時、私いつでも話聞くからね。あ、じゃ、あ来週は貧尿の話。もう来週はもう頻尿、頻尿漬け、貧尿漬けだよ、来週。もう本当に。大事なことですよ。はい、わかりました。 はい,はいはい、はい、じゃあ、あの、ね。はご準備をお願い。してください、はい、い後でお願いします。はい、鈴木さん。はい。うん、え、今日のニュースラインナップ、ウクライナ情勢からだったんですが、速報が入ってきました。うんはい、はい。ロシアメディアは二十四日、ロシア軍による。ウクライナの複数の軍事施設に対する。ミサイル攻撃が始まったと報じました。<え>また、ウクライナのクレバ外相はツイッターで。 ロシアが全面的なウクライナ侵攻を開始したと伝えましたえまた続報が入りましたら随時お伝えしてまいります共同通信からの速報で速報ロシアのメディアが、うん、ロシア軍によるウクライナの複数の軍事施設に対するミサイル攻撃が始まったと報じました アメリカのメディアでもロシア軍がウクライナ東部へ攻撃を開始したというニュースも入ってきております、うん、いやいやこれも大変なことじゃない業界でもこれまさか、まあ、俺も話したんだけどやらないだろうっていうような話と全然、業争が変わってきましたね。はい えー、この後、ね、どうなるのかっていう話をしようと思っていたんですけれども攻撃が開始されたということです、うん、えー、その他のラインナップをお伝えしておきますと、うん、えー、ウクライナに進出している日本企業も警戒を強めている、うん、えー、そしてインフルエンザ2期連続日本では低水準です、うん、えー、海外では散発していますが日本では水際対策が効果をそうしたのかということですそしてアパート1棟を役立ててと住居を失った人の生活再建に 都内の一般の民間の夫婦が立ち上がりました。うん、えー、このほか、えー、ワークマンがですね、うん、銀座に進出というニュースもありました。うんうん、はい、それじゃあ最初のニュースからお願いします。はい、えっ、ー、と速報の、うん、えー、さらに詳しい情報をお伝えしていきますね。うん、えっとですねこちら。 共同通信によりますとロシアのプーチン大統領が24日国民向けにテレビ演説しウクライナ東部ドンバス地域で軍事作戦を実施することを決定したと述べましたこれはロシアのメディアが伝えたものでプーチン大統領はドンバス地域での作戦の目的はウクライナの非軍事化だとしました さらにプーチン大統領は NATO ・北大西洋条約機構のこれ以上の拡大はロシアにとって脅威となり容認できないと述べました一方、ロイター通信によりますと親ロシア派が支配するウクライナ東部で24日少なくとも5回の爆発音があったということです。 ウクライナの首都キエフでも砲撃音に似た大きな音が複数回あったという目撃情報があるということです実際に砲撃があったかどうかは不明ですロシアによる今回の軍事作戦の実施はアメリカやヨーロッパなどからの度重なる警告を無視した決断で対立は決定的となりました欧米諸国はロシア軍の一層の進攻を食い止めるため対抗策を検討し 経済制裁を一段と強化する構えということです。こういった速報が入ってきています。えー、っとこの最初のところは、はい、このルガンスク州っていうのと、はい、ドネツク州ここには、はい、あのロシア人の人もまあ全部じゃないけど全地域じゃないけどね、はい、多くて、えー、これはロシア派の人もいるとそれとウクライナとの ちょっと小競り合いみたいなのが続いているという情報があったわけだよね、はい、そうですね、まず21日にロシアのプーチン大統領が、うん、ウクライナ東部のその親ロシア派組織が自ら名乗るドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国の独立を一方的に承認する大統領,大統領令に署名しました、うん、まこれを受けて各国が対応を強化したということなんですよね。うんうん えともう一つ、これ気になるのは、はい、ベラルーシにロシアのうん軍が3万人ぐらい集結してるっていうでベラルーシの集まっているところから、はい、ウクライナの首都キエフ、はい、ここは100キロぐらいしかないと、はい、でこのベラルーシのルカチェンコっていうのは結構強硬な手段を取るので知られてる人でそれが結構、ロシアと近いと。 ね、いうことがあるわけだよね、はい、まあさっき言ったように混迷した状態の中から、まあ、西側諸国はなんとかこ,うこれを収、ね、めようとしているのか主張闘争としているのかドイツはロシアからのパイプラインを作ろうとしてたのをやめたみたみいだねね、はい、そうです、ねうん、あのロシア産ガスを運ぶ海底のパイプライン。 ノルドストリーム2というのが、えー、稼働承認の手続き停止を発表しました、うん、でそれを受けてロシアのメドベージェフ前首,前首相はツイッターに素晴らしい新世界へようこそとこう皮肉めいた投稿をしたということです、うん、はい、ね、えこの随分な皮肉をツイッターであのこれは輸入価格が、ね、あの欧米の輸入価格が大幅に上がる。はい どう考えても上がるよねパイプラインはここから作ってるんだけどもう一つはやっぱりロシアから来てるわけだからね、はいえー、素晴らしい新世界へようこそね、まあ、まあここはこうどんどん火種が大きくなっていってるっていう感じだよね。はい、えーっと日本は、はい 日本はねね、えー、どううするんだろう、ねはい、ここまで朝日新聞の記事でしたが、うん、読売新聞には、うんえー、ウクライナ進出企業警戒と見出しがありまして、うん、日本企業が、えー、これまでに57社進出していて例えば、えー、JT の工場では一部避難そしてパナソニックは、えー、日本人1人が駐在していましたが退避勧告を受けてすでに帰国しているということです。うんえー、こののほかウクライナの国土では 小麦、とうもろこしなどの世界的な産地になっているため、うん、え穀物の生産国際相場が上昇を通じて食品価格の値上がりにつながる懸念もあると、えー、記事は書いていてますそうだね、だからまあ産業の方は小麦とうもろこしこれがもう今、ただでさえ上がっているのにねでこれ、ヨーロッパのなんかあれだよ、ね、原油価格。 天然ガスのね供給が止まってくるとそっちにも影響するよね。うん、これで今ただ実さえに日本はこう、まあ、ガソリンの価格の高騰を受けて諸物価が上がってるけどそれに追い打ちをかけるというのがこの後の展開になるのかね。はい、えっと日本はあれだねちょっと前まではうん 日本の総理が、えー、プーチンと会談を28回もして裏、はいえー、ラジミールと、ね、呼び合う仲だったっていうふうにちょっと前までは伝わってたけどその日本の政府はこれをどう対応しようとしてるのかい、はいえー、朝日新聞によりますと日本はアメリカと歩調を合わせる一方で ロシアとは領土問題を抱えているためロシアを過度に刺激したくないのが本音ということで官邸幹部は日本は完全にアメリカと一緒というわけにはいかないと思うと漏らしていいいるととううことです、うん、いやもうちょっと進行が始まったんで小島さん、はい、これはどうするんだろう、こんなの対、うん、処の仕方がないのかね。ねまあ、うん これ以上侵攻、まあ、が始まらないことを祈ってましたけど、はい、始まってしまったからにはそ,、うん、それがどんどん、まあ、拡大そそいわゆる戦闘行為自体が、うん、あの多くの国が参加する形に拡大していかないように、うん、え知恵を絞ってほしいですよね。それから気になるのが、はい、ただでさえ、ね、今、やっぱり物価が上がってきて、うんうん、しんどいのにその今お話があったみたいにね小麦の価格があの 全体としてね日本はウクライナから小麦を買ってるわけではないけれどもでもカナダやオーストラリアから輸入しているその小麦のもう世界的な相場自体が上がっちゃうと日本でも小麦の値段が上がり小麦の値段が上がると小麦を使った製品の価格がまた上がっちゃうってなるとこれ家計に結局この ロシアがウクライナに侵攻することが家計にも実は直結してるっていうのが今日のニュースでもよよくわかりましたよねそう簡単にパンケーキが食えるわけじゃなくなるっていうかね。いやでも本当小麦製品ってだって、うん、ねもういっぱい私たちの生活のパンからパスタからピザからもう全部,、ね、全部だからね。 そう考えるとその小売りの方々もね、うん、あるいはその飲食の方々も、はいうん、特に飲食店の方っていうのはね、うん、さらにそのしんどい要素が、うん、これを価格にじゃあ転嫁してするしかないとか思うとねただでさえもう,もうこのコロナ騒動がちょっとね、まあ、感染者数は少し減ってるといえ収まりきらないで。 まあ有識者の方はこれはあのとってもこの後も長引く状態この状態がねで死者も第5波の時をもう超えたという話も聞いておりますそうなってくるとそのこのコロナそしてガソリンそれから物価の高騰そしてこのウクライナ問題もう今全部が 関係してて、えー、それが今日本は賃上げ闘争をやってて、まあ、トヨタは一生懸命やってるらしいけどもいろんなことに影響してくるよね。はいえー、今度ちゃんと指揮者の方にあのこの問題をちゃんと聞く機会を持とうと思っております。さあ今日も始めましょう